起用の方向らしゃ材料のこう切り出しとか、初めのこう切り出しでほとんどこう竿の、まあ、運命が決まるといいますか、木目がきれいに計算されて切り出しするのがとても重要かなと思いますね。三線ってとってもシンプルな楽器と思っておりまして、3本の弦で成り立ってているので、沖縄本島でも古典音楽民謡といろいろなジャンルがありますので、シンプルな楽器だからこそいろいろなものに合わせやすいという魅力的な部分があるのかなと。この素朴な音色っていうのが一番三線のいいところじゃないかなと思ってます。そうです。皆さん行きましょうか、はい、明日の糧にどうも楽しく飲んで歌って頑張りましょう、はいはい、ヒーヤー